依然として暴走中です。こちらからのコントロールも受け付けません。まずい。タクト、みんな逃げとくれ。ハッピートリガーが攻撃を始めました。やめてください。フォルテさん、どうして私たちに。フォルテさんの意思ではありませんわ。暴走した4番機が勝手に攻撃しているんです。これじゃ近づけない。あの弾幕に突っ込んだらこっちがやられちゃうわ。やめろハッピートリガー。どうして私の仲間を、タクトを傷つけるんだ。私とあんたは今までずっと一緒にやってきたじゃないか。なのに撃つな。また被弾しました。同じ紋章機からフォルテ先輩から攻撃を受けるなんて、一体どうすればいいんですか。タクトさん、ご指示を。どうするタクト。ああ、だが何を。まさか、そんな、マイヤーズ司令。タクト、わかった。それしかないのなら。了解。ハッピートリガー、機能停止確認。急いで機体を回収しろ。救護班は格納庫へ。回収が終わったら白く月へ帰還する。了解。タクト、お前の判断は間違っちゃいなかった。あの、フォルテさんはどうなんですか。少し落ち着いてランファ。そうですわランファさん。こんなところで騒いでは中のフォルテさんに響きます。でも、そうね、ごめん。それでフォルテさんの容体は。安心なさい。目立った外傷はないし、スキャンでも特に異常は見当たらないわ。ただ意識はまだ戻っていないし、しばらくは絶対安静よ。意識が戻ったら精密検査をしてみるわ。それと念のため白き月の医療施設に移した方がいいかもしれない。今回のことは精神的にかなりきついことだったからね。なんともなきゃいいんだけど。大丈夫です。フォルテ先輩はエンジェル隊のリーダーなんですから。私も同感ですわ。元気を出してマイヤーズ司令。命に別状はないんだから。あの、何かお手伝いできることはありますか。何でも言ってください。大丈夫、今は意識が回復するのを待ちましょう。はい。でも、わかりましたわ。フォルテさんのことよろしくお願いします。失礼します。あの、フォルテさんの容体は。ですが、今回の件は僕にも落ち度が。それならば一体何が問題だったんでしょうか。紋章機とパイロットをリンクさせているヘイローシステムに何か異常があったという可能性は。
わかりました。失礼します。お邪魔して申し訳ありませんでした。マイヤーズ司令、そろそろ白き月に入港します。申し訳ありませんが、ブリッジまでお願いできますか？はい、すいません。はい、すぐに移送できるように準備をお願いしておきました。ねえ、フォルテさんは起きた？ブリッジに戻るんでしょ、タクト。私たちが変わるわよ。そうですよ、タクトさん。お任せください、タクトさん。お手伝いします。みんなもだいぶ落ち着いたみたいね。いいわ、手伝って。はい、何でも申し付けてくださいませ。フォルテさんはタクトの恋人だけど、大事な私たちのリーダーでもあるんだから忘れないでよね。独り占めはいけませんよ、タクトさん。私ただ生意気なことを。はい、任せてください。バインさんにですか？バインさんが、いえ、気のせいだと思うので、ここに来る途中、通路でちらっと見かけたのですが、何か笑っていたような気がしました。ああ、確かになんか笑ってたわね。でも、なんて言ったらいいのかな。とても綺麗な笑顔でした。でしたが、その笑顔が、あまりにも綺麗すぎて、怖いくらいでした。マイヤーズ司令、白き月への雪原終わりました。ハッチ解放、医療班の誘導を始めます。タクト、お前も行ってきていいぞ。もう入港は完了したから構わん。あとはこっちでやっておきますから、司令は大事な人のそばについててあげてください。元気出してください。白き月の医療施設ならきっとすぐ良くなりますよ。白き月が揺れた？一体どうしたんでしょう？こんなこと、私たちが白き月にいた時は一度もなかったですよ。あ、見てください、外！たくさんの人が慌てて走ってます。本当だ。何か不測の事態であることは確かなようだが。タクト、どうした？おい、お前汗びっしょりじゃないか。
静かになったな。やっぱりちょっとしたトラブルというだけだったみたいですね。マイヤーズ司令、ノアさんから通信です。緊急の要件みたいで。はい、メインモニターに出します。タクト、そっちに例の兄弟はいる？いるの？いないの？あ、はい、ちょっと待ってください。あれ、部屋にはいないみたいですね。なんだと？どこに行ったんだ？そう、やっぱりやられたわ。警報？今度は何が起こった？しまった。あ、白き月から急速に離れていく物体があります。これは、え、この反応は？ここ、どうした？落ち着いて報告しろ。タクト、そっちにエンジェル隊は揃ってるわね。早く追って、7番機が奪われたわ。間違いありません。レーダーの故障でなければこの反応は7番機です。一体どういうことなんだ？説明は後、とにかく7番機を取り返して。それならこっちで面倒見ておくから。いいから早く追いかけてってば。了解。わかってるわ。安心しなさい。エンジェル隊、集合したわよ。なんですって？7番機が。それは、クロノブレイクキャノンごと、ということですか？一体誰が？そもそも、私たち以外に紋章機を動かせる人間なんて、そうそういるはずは。申し訳ありません。すべての責任は私にあります。今さら、そんなこと悔やんでいてもしょうがないでしょ。7番機とクロノブレイクキャノンが盗まれたのは、厳然たる事実よ。反省したところで戻ってくるわけじゃないんだから。はい、それで7番機を奪った犯人は分かっているんですか？それは落ち着いて聞いてください。私たちも信じたくはなかったのですが、今7番機に乗っているのはルシャーティさんとバインさんです。なんですって？ルシャーティさんとバインさんが7番機を奪っていったんですか？それだけじゃないわ。さっき、白き月が急におかしくなったでしょ？あれも、あの二人の仕業よ。エルシオールの入港でちょっとバタバタしてたからね。その隙を突かれたわ。あいつらはシステムに侵入して、白き月を乗っ取ろうとしたのよ。幸い、私とノアとで、なんとか防ぐことはできましたが。気づくのがあと少し遅れていたら、どうなっていたか。白き月を乗っ取るだなんて、そんなことが可能なんですの？可能よ。白き月すら管理下に置けるだけの資格を持っていればね。マイヤーズ司令がお考えの通りです。ライブラリの管理者であれば、その資格を保有していたとしてもおかしくありません。実際、あの女は私たちの目の前で白き月のシステムに干渉したこともあったわけだしね。ルシャーティか。とてもそんな大それた真似ができるような女には見えなかったな。私とシャトヤン、二人がかりですら紙一重だった。ヘデン生まれの私が言うのもなんだけど、ライブラリの管理者の力、恐れいるわね。その後、二人は白き月の制御を諦めて、最深部で封印されていた7番機とクロノブレイクキャノンを持ち去ったのです。多分、
当初の目的は白き月の掌握だったんだろうけど、失敗した以上せめてそれぐらいはってところでしょうね。それが私たちがお伝えできることのすべてです。ですが、なぜエデンの民であるあの二人が。実はエデンの民ではなかったとは考えられないか。それが一番自然だと思うが。それなら私も考えたわ。確かに可能性は高いと思うけど、断言はできないわね。さっきも言ったでしょ、あの女がライブラリの管理者であることは絶対間違いないのよ。そうである以上、あの女がエデンの民以外の何者でもないわ。あ、そっか。ますます分かんなくなってきちゃった。あるいはバルファスクと通じているとも考えられるわね。自分たちを支配している相手にですか。支配されているからこそでしょ。確かに。はい、そうですね、マイヤーズ司令。あなたにとっては気がかりなことを抱えている時だと承知してはいますが、それでもお願いできますか。ありがとうございます。彼女たちの行動意図がはっきりしない以上、何があるかわかりません。お気をつけください。頼んだわよタクト。さすがに白き月のスピードじゃ追跡なんかできないし。では皆さん、くれぐれもお気をつけて。私たちがフォルテさんに付きっきりになってる時を狙って。もう何考えてるのよあの二人は。お二人の行方は分かっているのですか。タクトさん、知ってるってどういうことですか。一つだけ。あ、エデンか。はい、鉱石をトレースした結果、七番機はエデン方面に向かっているようです。覚悟ですか。紋章機と戦う。その可能性は高いです。私たちはフォルテさんというリーダーを書いているですわね。そっか、フォルテさんは白き月に残してきちゃったんですよね。フォルテさんがいない今、私たちの戦力はかなり低下しています。正直申し上げて少し不安はありますよね。ちょっとみんなしっかりしてよ。フォルテさんがいないこんな時こそ私たちが頑張らないと。ランファ先輩の言う通りです。このまま手をこまねいていてはフォルテ先輩が目を覚ました時に笑われてしまいます。ですわね。ここは一つ私たちだけで何とかいたしましょう。はい、私も頑張ります。相手が紋章機だろうが七番機だろうが、相手にとって不足はないわ。オッケー、フォルテさんが起きたらびっくりさせちゃいましょう。了解、クロノドライブに入ります。計算ではあと2回ほどで追いつくと思われます。了解、じゃあ行きましょう、みんな。はい、ナウファ先輩。
いや、俺はここで構わん。それより、お前こそ少し休んでこい。俺たちよりもお前の方が、よほど疲れが溜まってるはずだろう。ブリッジのことは、私たちに任せてください。マイヤーズ司令は、少しでも疲れを。なあ、タクト。いや、もしかしたら傷ついてるのかと思ってな。お前はあの二人、いや、エデンのために一生懸命だったからな。そうか。引き止めて悪かったな。じゃ、のんびりしてこい。お前からも何か言ってやってくれ。どうもここしばらく集中できないみたいでな。マイヤーズ司令、私たち紋章機と戦わなければならないんですよね。今まではいろいろ危ない目に遭ってきましたけど、でも紋章機が味方にいるからって私全然怖いって思ったことはないんです。でもそれが盗まれちゃって、しかも戦わなくちゃいけない相手だなんて、正直なところ気持ちの整理がつかないんです。私はいつもレーダーでエンジェル隊を見ているんですが、とにかくすごい動きをするんです。はい、それでとても綺麗なんです。バランスが取れていて、つけ入る隙がないって感じなんですね。でも今一人足りなくて、一機は盗まれちゃって、もしかしたらガタガタになっちゃうんじゃないかって。アルモ、ココ、気持ちはわからないでもないが、それをお前たちが思い悩んでもどうにもならないことだろう。副司令、それはそうなんですけれど、足りない部分があればそれをお前たちのサポートで補う。それが仲間というものだろう。さあ、ほうけている暇はないぞ。はい、副司令、仕事に戻ります。やれやれ、他人事じゃないぞタクト。二人でさえこの状態だ。エンジェル隊自身が落ち込むようなことにでもなれば冗談じゃ済まんぞ。ま、ブリッジや雑用のことは俺に任せろ。お前はエンジェル隊の連中を気遣ってやれ。ああ、しっかりな。あ、タクトさん、どうかしましたか？今ですか？今はまたお菓子を作ろうと思って、ちょっと準備をしてます。はい。シュークリームを作ろうと思って、今ちょうどシューを焼いているところなんですよ。クリームを包むふわふわっとした皮のことです。これを半分に切って中にクリームを挟めばシュークリームの出来上がりです。ちょうど今焼き上がったみたいですね。オーブンを見てみます。あれ？失敗です。
シューがうまく膨らんでくれません。はい、大丈夫です。またもう一回生地を作り直せばいいだけですから。タクトさん、タクトさん、私何を信じたらいいのかわからなくなってしまったんです。私、ルシアティさんもバインさんも嘘をついているようには見えませんでした。短い間でしたが、お茶をしたりお話をしたり、とても楽しかったんです。それが突然、二人がバルファスクと何か関係があるかもなんて言われても、頭の中がごちゃごちゃになっちゃうんです。もう私どうしたらいいのか。はい、ルシアティさんはとても優しい人でした。バインさんもそんなルシアティさんをとても大切にしていました。タクトさん、どういう意味ですか？はい、銀河展望公園がそこによく似てるというお話でした。エデンにいた。エデンは確かにあるんですね。はい、タクトさん。すみません、タクトさん。お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。でも失敗してしまいました。それはそうですが、でも練習でできないことが本番でできるでしょうか。私、できないんです。何度やってもうまくできないんです。先輩の穴をどうやったら埋められるかと思いまして。紋章機の戦闘シミュレーションをもう何度も何度もやったんですけど、カバーしきれないんです。守りきれないんです。タクトさん、私、エンジェル隊に選ばれたとき、とても誇らしかったんです。その皆さんと一緒にお仕事ができて、お話をしたり、お茶を飲んだり、本当に嬉しくて幸せで、でも私のできることって少なくて。でも、エンジェル隊の本分は、紋章機の操縦です。それがきちんとできないのに、他のことがいくらできても意味がありません。私、やはり、焦っていますでしょうか。はい、お腹で息をする呼吸法があります。はい、タクトさん、申し訳ありません。いつも通りですか？遠距離からの精密射撃です。つまり、私がシャープシューターの能力を今以上に発揮できれば、すなわちそれが助けになるということですね。そうですね、タクトさん。集中して頑張ります。この、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 この！
当たり前でしょ。もう腹が立って腹が立ってしょうがないわよ。サンドバッグはそれが仕事でしょ。それともタクトが代わってあげる？わかればいいのよ、わかれば。大丈夫よ。いつもこれぐらいやってるんだから。タクトがそう言うなら。そうよ。あれだけ優しくしてあげたのに、この仕打ちだもの。もう信じられない。ルシャーティなんか、同じお姉さん同士ですごく気が合いそうだったのに。もういいの。すぐ忘れるの。タクトのせいじゃないでしょ。みんなあの二人が悪いんじゃない。バルファスクが悪いんじゃない。謝らないでよ。謝ってほしいわけじゃないんだから。はあ？何よそれ。どういうことよ。タクトは私に怒るなっていうわけ？それは知ってるけど、でもタクトは悔しくないの？タクト、そんなに私のことを心配してくれるの？怒ってばかりいる私ってやっぱり子供っぽいかな。わかったわタクト。もう一汗かいたら怒るのはやめにするから。だからまず私が。それを言ったら私の方が。その前に私がですね。あ、タクトさん、グッドタイミングですよ。そうね。タクト、ちょっと客観的なところを聞かせてほしいんだけど。今フォルテさんがお休みしちゃってるので、私たちエンジェル隊の力は弱くなっちゃってるじゃないですか。それでフォルテさんは攻撃力で圧倒的だったわけだから、私らもそれを何とかして補わなきゃダメだと思うのよ。それで戦うためのフォーメーションをみんなで考えようということになったんです。でしょ。なんだかすごくやる気が出ちゃって。それで一人一人案を考えてくるって言って集まったんだけど、それぞれの案に良いところと悪いところがあって、なかなか決まらないんですよ。だからタクトさん、ここはやっぱり恋人であるタクトさんに決めてもらうといいんじゃないかって思うんです。タクトが決めてくれるんなら誰にも文句はないと思うのよね。どうか厳しくチェックしてください。じゃあまず私からいきますね。私は、まず私がラッキースターで、相手が固まっているところにガーンって飛び込んで、バラバラにするのがいいと思うんですよ。私も、基本はミルフィーと同じなんだけど、でも、どうせ飛び込むなら、一番スピードのある私のカンフーファイターの方がね。でも、ランファのカンフーファイターより私のラッキースターの方が頑丈だし、最初はやっぱり私の方がいいんじゃない？大丈夫よ。伊達に格闘戦最強の紋章機じゃないんだから。私も固まっているところを崩すという考え方は、ミルフィ先輩、ダンファ先輩と同意見なんです。ただ私の場合は、最初の攻撃は射程の長いシャープシューターが向いているんじゃないかと思ったんです。ただそれには一つ問題がありまして、シャープシューターは他の紋章機に比べてスピードが遅いんです。それでタクトさん、どの案がいいと思います？
当然私の案に決まってるじゃないね、タクト。被害を減らすことを考えれば私の案も悪くないと思います。当たり前じゃない、強さはスピードで決まるのよ。タクトさん、それで本当に大丈夫なんですか？はい、とても賢明な判断だと思います。昔からスピードは戦いの重要な部分を占めてきましたから。となると私は2番手ですね。私も頑張りますよ。はい、タクトさん、それはもうバッチリ任せてください。相手がどんなにたくさん来たってコテンパンにやっつけてやるんだから。先輩たちと力を合わせて全力で当たります。はい、タクトさん、カルテを見ています。いえ、この方はもうここにはいらっしゃいません。いえ、亡くなったわけではありません。完全な健康体です。どこにも異常はありません。はい、これはルシャーティさんとバインさんのカルテです。いえ、何も見つかりませんでした。タクトさん、一つ質問してもよろしいでしょうか。なぜ私たちと何も変わらない普通の人間の方がこんな事件を起こされたのでしょうか。こんなことをしても誰も喜びません。誰かを傷つけるだけだと思います。私にはあの方たちが何を考えていたのか分かりません。物静かな方たちでしたけれど、温かいところもあったと思います。気遣いはいつも感じていました。はい、十分ありえます。なぜなんでしょうか、同じ人間なのに。タクトさん、ついやってしまう。二人を信じる。まだ私にできることがあるんですね。はい、わかりました。あら、タクトさん、見回りですか？お疲れ様です。そうですわね、ないと言えばないですし、あると言えばあるというところでしょうか。理由をお聞きになります？つまりこういうことですわ。今はとても静かで何もないという状態に近いと考えます。けれど静かすぎるエルシオールというのはとても不自然と、そういうわけですわ。早く調子を取り戻すといいですわね。だいぶお疲れのようですわね、タクトさん。それでは私がタクトさんのためにリラックスできるハーブティーなどご馳走しましょう。はい、少々お待ちくださいませ。
くさんの種類がありますから、その時の気分に合わせていろいろいただいてますわ。さあどうぞ。カモミールティーですわ。花びらを乾燥させて作るお茶ですの。その香りが重要なのですわ、タクトさん。胸いっぱいに吸ってくださいまし。リラックスできますわよ。ところで、タクトさん、盗まれた7番機の方は見つかりそうですの？これから大捕り物ですわね。気合を入れないといけませんわ。あの二人は、紋章機を盗んで何をするつもりだったんでしょうね。そうですわね。そのまま旅行にでも行ってくだされば、宇宙の平和も守られるというものですわ。でも安心しましたわ。さっきまでどんよりしていたタクトさんが、軽口を叩けるぐらい復活されているんですもの。私たちなんとかできますわね。はい、タクトさん、楽しみにしていますわ。大丈夫そうですわね。はい、問題ありません。あ、タクトさん、これはとても良い香りのするお香ですわ。火をつけるとお部屋いっぱいに香りが広がりますの。お香を線状に固めたものを線香と言います。これは木の棒にお香を塗りつけたものですから少し違います。もっとファッショナブルなお香というわけですわ。フォルテさんのお見舞いに何かいいものはないかと探してましたの。そしたら昔いただいてそのままになっていたお香のことを思い出したのですわ。お香には気持ちをリラックスさせる効果があります。そうですわね。アロマキャンドルなんてものもありますわね。部屋を暗くしてたくさん並べるととても幻想的なんですわよ。アロマオイルもあります。お風呂に入れると良い香りがします。いいですわね。一緒に花びらを浮かべたりするとまたその香りもいいんですのよ。でも今回はオーソドックスに行きますわ。やはり歴史と種類でお香にかなうものはありませんもの。それがよくわかりませんの。せっかくですからお渡しする前にみんなで試してみるというのはいかがでしょう。では早速。なかなか火がつきません。おかしいですわね。火がついてくれないとせっかくの香りも楽しめませんわ。しばらくしまってましたから、あるいは、あ、つきましたわ。焦げ臭いです。そうですわね。なんだか煙の量も多いみたいですし、そういうタイプのお香なのでしょうか。煙が部屋に充満してきました。説明書には確かに煙も出ると書いてあるのですが、あ、これ消炎タイプですわね。視界が霞んでまいりました。そうですわね。またスプリンクラーでズブ濡れというのは避けたいですわね。消します。扉を開けます。私失敗してしまったようですわ。
そうですわね。お香の他にもまだまだ良い香りのものはいっぱいありますものね。私はポプリがおすすめだと思います。そうですわね。火を使うものはやめた方が良さそうですわ。はい、わかってますわ、タクトさん。いつもと遠距離、つまりタクト。タクトさん、どうい、はい、エデ、はい。なんだ、タクトか。寂しくなってですか？簡単ですわ。なぜならここに集まっているものみんながそうなのですから。一人でいると辛いですから。はい、考えてることはみんな同じよ。気分転換にこうやってお茶など飲んでいても、いつの間にか話題はフォルテさんのことになってしまうのですわ。フォルテさんってそばにいてくれるだけで心強い気分にさせてくれたのに、今はいないんだなって。そんなことばっかり考えちゃうんです。きっと一番おつらいのはタクトさんなのに申し訳ありません。本当にそうだわ。フォルテ先輩はいつも私のことを気にかけてくださっていました。私が失敗しちゃった時もいつも笑いながら助けてくれた。そのことが私たちにとって当たり前になりすぎていたのでしょうね。はい。ああ、もう辛気臭い。みんなまとめて暗すぎる。ランファ、だってそうでしょ。別にフォルテさんは死んだわけじゃないんだから。私たちが帰る頃にはきっと普段通りに笑っているわよ。そうですわね。シャトヤン様たちなら大丈夫ですわ。お二人にお任せすれば安心です。本当に本当に、私たちが帰る頃にはフォルテさんが目を覚ましてるといいね。フォルテさんは私たちの期待を裏切るようなお方ではありませんわ。フォルテ先輩と一緒に戦いたいです。きっと戦えるよ。フォルテさんなら大丈夫だよ。マイヤーズ司令、ブリッジにお戻りください。呼んでるわよ、タクト。七番機の足取りがもっと詳しくつかめるかもしれないですね。まもなくドライブアウトします。計算上ではな。アルモ、第二戦闘配備だ。紋章機の出撃準備を急がせろ。了解。本艦はまもなくドライブアウトします。
ドライブアウト後、第二戦闘配備へ。エンジェル隊は出撃準備お願いします。エンジェル隊はどんな様子だ？一人書いただけで、よもやそこまで士気が低下するとはな。だからといって何も司令官まで撃墜されることはないだろうに。俺はお前の士気の低下が一番心配だよ。茶化すな。ま、お前は昔から本番に強いタイプだったからな。バカなこと言ってないで、少しは真面目に考えておけよ。紋章機対紋章機なんていう、これまでに誰も想定したことのない事態が起こりうるかもしれないんだぞ。なんだ、ずいぶんと気のない答えだな。なんだと？そうか、他の紋章機と違ってあの7番機では。つまり紋章機に翼が現れるほどテンションを高めない限り、7番機はクロノブレイクキャノンを撃てないということか。奴なら確かにそうかもしれんな。何か考えでもあるんだろうか。エルシオール、ドライブアウトします。通常空間に出ました。周辺地域の調査と索敵、急げ。了解。計算上ではな。二次方向に機影確認。距離8000、7番機と思われます。こっちも紋章機を出せ。エンジェル隊、発進準備願います。あ、マイヤーズ司令、7番機の方から通信が入ってきました。感心してる場合か。よし、つなげ。私たちのモニターにもお願い。どんな顔で何をおっしゃるのか、大変興味がありますわ。了解。各紋章機にも回線つなぎます。お久しぶりですね、タクトさん。ああ、他の皆さんもお元気そうで。おや、僕の気のせいでしょうか。何やらタクトさんの大切な人のお姿だけ、ないようですが。貴様、抜け抜けと。奇遇ですね。僕もですよ。タクトさん、すでに分かっていることを改めて尋ねるというのは、時間の無駄遣いだと思いませんか？何よこの肉肉しい態度は。ねえ、撃ってもいい？ダメです。お静かにお願いします。気になりますか、姉さんのことが。ええ、姉さんならいますよ、ここに。ねえ、なんかルシアティの様子おかしくない？正気が感じられません。まるで人形のようです。同じ人間に向かって人形はひどいんじゃないですか。間違いなく皆さんが知っている姉さんですよ。そうだよね、姉さん。ほら、姉さんでしょ。こうしてちゃんと笑ってるじゃないですか。一体、ど
んなからくりなのでしょう。あの額につけているサークレットに何か秘密があるようですが、詳しくは。ですが、あの笑みはなんだか不気味だわ。こんなのって嫌だよ。どうやらお気に召さないようですね。姉さん、もういいよ。もっと別の顔もできますよ。なんだったらリクエストに応じましょうか。どうです、タクトさん、姉さんのどんな表情がお好みですか。ええ、大事ですよ。僕の計画を進める上で欠かすことのできない道具ですから。道具ですって？ひどい。お、そんなものが。ええ、よく知っていますよ。部をわきまえない野望を抱き、醜く散っていったネフューリアという名の愚かな女ですね。やはりこいつは。ですがそんな女でも少しは役に立ってくれました。ネフューリアは自らの滅びと引き換えに僕たちに教えてくれましたから、自分を破滅に追いやった存在。つまりタクトさん、あなた方のことです。それだけじゃない。もう一つ、あなた方を勝利へと導いた最大の要素もね。すなわち心の力。僕はぜひともそれをこの目で見たかった。そのために必要だったのが姉さんさ。大事に扱わないわけがないでしょう。嘘を嘘と見抜かせないコツは、嘘の中に真実を散りばめること。おいしい真実をちらつかせたら、案の定僕たちはこうして受け入れてもらいました。悔しいが、その通りだ。もちろん本物のライブラリの管理者です。他の人間を使ってもよかったけど、せっかくのトランスバール行き、偵察だけで終わらせるのはもったいないでしょう。本当は白き月が良かったんですが、思いのほか守りが強固でしてね。残念ながらこれが精一杯でした。ええ、あっさりと認め上がるかこいつは。紋章機はもともとエデンのテクノロジー。ライブラリで得た知識を用いれば、あの程度のゲート何の痕跡も残さずにできます。先ほども申し上げたでしょう、僕はネフューリアを倒した力を見に来た。そしてその原動力となったのは。フォルテさん、ということですのね。あんた、そんなことのためにフォルテさんを。タクトさんとフォルテさん、この二人の心の結びつきこそが強さの要であることが分かった以上、排除の必要があった。ただそれだけのことですよ。ひどい。あれはほんの実験。いや、むしろ時期の類です。しかし不思議なことに、かなりの効果を上げることができました。本当に心とはなかなか興味深い力ですね。タクト、私たちは完全にあいつの手の上で踊らされてたってこと？非常に不快ですが、認めざるを得ないようですわね。皆さんが拠り所にしている心という根拠なき力、紋章機にクロノブレイクキャノン、本当にいろいろと収穫がありました。ああ、あとロイル将軍を倒してくれたこともですね。助かりました。彼、邪魔だったんですよ。形式的にはですが、まあ僕たちはそういうものですから。もしあの時俺たちが負けていたとしても、そんなセリフが言えたか怪しいもんだ。当然ですね。死んだら何も言えないのは誰であろうと同じことでしょ。勝ったからこそこうして好きなことが言える。
負けていたら彼が好きなことを言っていた。それだけのことじゃないですか。チッ、いけすかないが、やっぱり肝は座ってやがる。そういったわけでわざわざこうして皆さんを待っていたんですよ。礼儀として一言お礼を申し上げておこうかと思いまして。たった一機の紋章機で私たち全員を相手にしようってわけ？そうですね、可能だとは思います。そちらには最強のパイロットもいないことですし。私たちも随分と舐められたもんね。フォルテさんがいなくたって。声が震えていますよ。このタクト。でもミスですか。さて、特に身に覚えがないんですが。投降しろとでも言いたいんですか。何がおかしい。どうも失礼しました。そのあまりにおかしくて。ああ、それじゃきっと僕が言い忘れていたんですね。それはそれは大変申し訳ないことをしました。マイヤーズ司令。どうした、ここ？エルシオールの後方1万5千の距離に多数のドライブアウト反応。バルファスク艦隊です。どういうことだ。俺たちの背後、ブリス星系内のバルファスク艦隊は全て倒したはずだ。でもこの艦影、バルファスクに間違いありません。何？はい、ロイルが用意した分艦隊は5つではなく6つだった。どうやら僕は勘違いしていたようです。今はそんなことよりも迎撃が先だ。エンジェル隊、いけるか？はい、いつでも OK です。フラストレーションの限界よ。もう暴れまくってやるんだから。7番機はいかがいたしましょうか。はい、了解しました。まだ話の途中なんですから、僕をのけものにしないでほしいものですね。これを見てもそういうことが言えますか。ここに来ていろいろと収穫があった、そう僕は言いましたよね。今その最たるものをお見せしますよ。頼むよ姉さん。見ていればわかりますよ。すぐにね。そうだろう。なんで？なんであいつが光の翼を出せるのよ。わかんないよ。でもあの光の翼が出たってことは、紋章機の力を全て引き出したということ。信じられません。初めて紋章機に乗った人間が光の翼を出せるなんて。つまりこれで向こうはクロノブレイクキャノンを撃てるようになったということですね。まずいぞタクト。これで7番機に不利な条件は消えた。今のエンジェル隊の状態では7番機に勝てない。いくら紋章機でもクロノブレイクキャノンを撃たれたら。そんなに驚くことはないでしょう。エンジェル隊の皆さんだってこれぐらいのゲートはできるはずですが。そのまさかですよタクトさん。最強の力を出すために高いテンションが必要なら出せばいい。そしてもしも己の意志で出せないようだったら強引にでも引き出してやればいい。ただそれだけのこと。教えてあげますよタクトさん。僕があなた方の中に入り込んで得た結論を。人間の心というのは
確かに興味深い。でもあまりに不安定で脆すぎる。そんな不完全なものなんて、やはり必要ない。それが僕の結論ですよ。必要ないならどうすればいい？簡単です。消し去るか、自由に操ってしまえばそれでいいんですよ。僕らのテクノロジーも馬鹿にしたものではないでしょう。このサークレット一つで洗脳はおろか、精神の動きなども自在にコントロールできるんですからね。改めて自己紹介といこうか。元老院直属特騎士団長、バルファスクのバインだ。さあ始めようか。タクト・マイヤーズ、トランスバール公国最強の切り札、タクト・マイヤーズとムーン・エンジェルとフォルテ・シュトーレンを欠いたその状態でどこまで戦えるか見せてもらうよ。バインがバルファスクか。予想はしていましたけど、こうして現実として突きつけられると、私たちどうすればいいんですか？どうもこうもない。気持ちはわかるが、奴はもう敵なんだ。やらなければやられる、それだけだ。はい、了解しました。ぼやぼやしてるな、タクト。戦闘開始だ。タクト。その通りよ、タクト。私たちはこれまでみんなの心の力を信じて戦ってまいりました。誰にも否定させはしません。心を合わせてたくさんの危機を乗り越えてきたんです。光の翼が何よ、ケチョンケチョンに乗してやるんだから。ご指示よ、タクトさん。了解。これが現在の状況だ。エルシオールの現在位置はここだ。7番機はこの位置に、その他の敵はこういう配置だ。生命反応はないから、おそらくバインが全て操っているんだ。タクト、どうする？もう一度作戦内容を確認するか。了解。